商品の取り出しになるんだよね。そうだね、スキンケアとかさ、そう、なんか普段使ってるものとかがなんか常にあるわけではないんだけど、うんうんうん、あるとラッキーって感じ、うん、特にシャンプーとかさ、そう、うん、使ってるやつないかな。あ、でもクリニックとかもさ、あ、本当だ、前ワイケレでもあったやつよね。そう、やっぱこれ使ってる人さ、日本人の人多いと思うけど、あ、 19.99 買える。そんなに人気のセールだよ。17ドル、あそこにシャンプーとか、あ、あるよ、使ってるシリーズちょっと色は違うけど、あ、ほんとだ、この匂いもでも好き。これがめちゃ安いじゃん、10ドル、安いです、安いね、うん、だいたい多分10、アマゾンで12、3ドルで買うかな。あ、アマゾンで今のところ結構安かったもんね。そう、でそれが12、3ドルだけど、これ10ドルなんだ。そう、10ドルで買える。なんかいろいろシャンプーも試してみて、うん、あれでしょ、一番しっとりするというか、そう、これの私結構もうドライだから、これ多分スタンダードぐらいの部屋、髪のなんていうのドライでも、うん、そうそう、あ、でもモイスチャーとか言ってる、これのね、緑かね紫がもっとモイスチャーになるから、あ、この緑、これちょっとシャンプーじゃないけど、ウルトラモイスチャーって書いてある、そう、これか、いつも紫使ってるんだけど、このピンクの、まあ、一回使ったことあって、うん、これもすごい、匂いもいいし、そうなんです。高いシャンプーが安く買えるよね、うんうん、結構。クリアランスで、さらに。だからそう、赤いこのシールが貼ってあるやつは、普段よりももっと安くなってるやつだ。さらに安だ。そう。この量でさ、これいくら？コンディションあるでしょ？うん。ドナドルとかめっちゃ安い。本当だ。なんか今流行りのヘンプとか。ヘンプのやつ。あ、シャンプー？これシャンプーだって。いくらぐらい？じゃん、6ドルでございます。あとはドライヤーとかか。あ、うん。あ、アイロンとかも安いじゃん。ほら、16ドルだよ。めっちゃ安くない？本当だ。普通25から30ぐらいだっけ？うん、多分それぐらいすると思うけど。こっちにあるのが、これ30ドルとかだもんね。あ、そうだね。こっち60ドルとかだね。そうだね。もともと安いんだけどね。普通だって買ったら100ドルぐらいするんだよ。うん、ああ、そっか。それが60ドルとかになってる。そっからさらに安い。ちょうどもうすぐイースターだからね。あ、そっかそっか。飾りもうさぎ、ラビットと、あと卵、そうだからこういうさ、シーズンものも結構ね、安くで買って、クリスマスだったらクリスマスとか、ハロウィンだったらハロウィンのやつとか、そう、クッションとかも可愛いね。クッションもすごいね、イースターもいっぱいある。クッションはカバーだけじゃなく、中のクッションもついてる値段です。17ドル、ね、かわいいよ。あ、すごい、エッグのリース、うん、めっちゃかわいい。あ、これもかわいい、エッグついてる。これかわいい ね、でもこれ増加だから、うん、毎年使えるね。そうだね、見れるね。サイズと、ね、自分の好きな柄とかね。これはカルバンクラインの。そう、カルバンクラインのやつ。
かさ、ノードストロームでもあったけど、29だけど、え40ドル、あ、違う、違うよ、さらに30ドル、クリアランスだから30ドルだよ、サイズがあったらいいね、そうだね、トミーとかもあるんだね、本当だ、20ドルです、20ドルです、あ、北野とか着やすいんじゃない、あ、本当だ、この辺とか、あとマイケルコース、マイケルコース、もう、もう88が35ドル、ね、着やすいよね、うん、この黒とかさ、ね、シックな感じのやつ、うん、ちょいちょいあるんだよね、あ、いいなって思うのが、うんうん、なんかヨガウェアとかじゃない、あ、そうだね、ジーンズとかも安いもんね、20ドルとか、大体20ドル以下で買えるからさ、アンダーマンとかもあるね、なんかこの、なんだ、お金が弱いの、ね、うん、あるから、そういう、あっ、アディダスチャンピオンとか、20ドル安い。服は、はい、男性は男性シャツもあるね、ハシャツ、シャツちょっとなんかアロハシャツみたいな、アロハ風のではない、ヤシのシャツ、でも可愛いねこれ、そうだ、これ13ドル フラミンゴあるじゃん、これ43ドルだよ、ここら辺にちょっとだね、パーカーでしょ、チャンピオンとか、うん、あとはこういうスポーツ用のゴルフなのかな、今の柔道とかもね、へえ、すごい派手派手パンツ13度あ、スウェットとかだ ね、パジャマとか、うん、え、子供も可愛い、これマーベルヒーローズのやつだ、あ、本当だ、スーパーマンということで、これ水着です、ハーレーもある、ハーレーもかわいいね、これレインボーカラーでさ、13これも、これ13度、そしてスーパーマン、スーパーマン、これウェイト下のセットだ、バットマンもあるよ、これだ、ラッシュ、あ、そうだね、で、下の水着の、それでいくら、お、13度、めっちゃいいじゃん、セットでだよ、パウパトロール、あ、本当だ、15ドル、いいね、子供のやつかわいい ね、かわいいし安いし、こっち来てからこうやって水着買ってね、うん、ビーチで来てもいいし、うん、ね、いいよね、なんかやっぱ T シャツいっぱいある、いっぱいある、うん、だいたい子供服のかわいい、まあね、7ドルとかで、このまま、サラサラの10ドルで買えるよ、子供っぽいな、ねえ、スパイダーマンとかだね、あ、本当だこれ何、これセット、シャツ、うん、セットで、セットアップ12ドル、12ドルです、パジャマ、スターウォーズ上限セットじゃないこれ、え、違う、しかも2枚セットだよ、2枚セットだ、ほら繋がってる、すごい繋がってる、だからトゥーコットンパジャマセットだから、2セットで17ドル、可愛いじゃないですか、これも服いい、いいね、このチャンピオンのやつも可愛い、どれどれ、これ、あ、その後ろ、あ、これ、あ、本当だ、XL だ、大人で、あ、女性いけるね。
プリンセス。これパジャマ？クリーマックス。これも2セットじゃない？あ、本当だ。ほら、2セットで15ドル。半ズボンってさ、長ズボンってさ、上にいる。すごい可愛い。なんかちょっと。すごいプリプリで。10ドルなんだ。え、超可愛いじゃん、これ。頭にしてさ。ねえ、セットで。いいね。そうだし、これからね、暑くなってきた時にデザインがかわいい。これガーゼ生地、気持ちよさそう。あ、ほんとだ。全部10ドル。ほんとだ。こうやってサイズがね、すぐ変わっちゃう子供だったら、うん、お得だよね。8ドル、10ドルとかで買って、めっちゃ可愛いんだけど。なんかさ、アメリカの赤ちゃんってこういう、そういう頭にしてるイメージだよね。可愛いよね、あれね。ダメだ、やっぱ女の子可愛いわ、ほらほらほら。13ドル、帽子付き。これオーガニックコットンだって。本当だ。いいやつだよ。パンツだって。ついてる。可愛い。こんな感じですよ。おもちゃもありますね。おもちゃも、子供用のおもちゃもあります。あ、結構いろいろ。ね。だね。うん。男に出し物はここも見つかるね。あと、まあ、ちなみになかなか買う機会ないかもしれないけど、家具もちょっとあったりとか、うんうん、あと寝具用品もあるから、うんうん、そう、あの、来ると楽しいよ。楽しい。いろいろ見えます。そう。はい。ということで、今日の動画いかがだったでしょうか。 TJ Maxもやっぱり、まあ、似てるよね。似てるね。置いてあるものはやっぱノードストロームラックと、あとやっぱよく知ってる、ロス、うんうんうん、ロスっていう、それもディスカウントショップがまたあって、まあ、そこに行ってる方は結構多いかもしれないですけど、そうだね、まあ、結構似たような商品が置いてあって、まあ、価格ディスカウント率も大体同じぐらいかなっていう印象。なんか結構ノードストロームラックは靴とか洋服とかをメインで見て、TJ Maxは結構キッチン用品とか、うん、ああいうスパイスとか、そうね、そうね、見たりするよね。あとコスメ、あ、コスメもそうだね。豊富だから、そうだね、シャンプーとか、まあ、はしごするよね、よく、うんうんうん、ノードストロームラックと TJ Maxが隣にある。ここだったらね、両方見て、そう、買ったりしています。まあ、こっちに住む人もみんな、だいたいこういうディスカウントショップを結構駆使して、なんかいろいろ揃えてるかな。なので、ぜひお買い物好きな方とか、まあ、時間ある方とかは、ここワールドエリアまで足を伸ばして、ノードストロームラックと TJ Maxはしご。はしごしてみてください。もうすごく楽しいので。この1階はサウスショーマーケットでね、いろいろ雑貨とか、あとお店も飲食店もあるからね、ここで結構いろいろ見て回れる、ね、そう、いろいろ回れて、あとレストランとかも最近オープンした話題のレストランも多いし、結構なかなか美味しいところも結構あるので、おすすめレストランもたくさんあるからね。そう、ちょっとワールドエリアも、まあ、散策の一つに入れても楽しいかなっていうふうに、ね、思いますので、ぜひ足を運んでみてください。今日の動画面白かったと思ったら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。